RJFZ 追記基地の一築城基地付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成築城基地は福岡県築城郡築城町大和西八田に,に所在する第8航空団等が配置されている航空自衛隊の基地である。築城飛行場とも呼ぶ。基地の敷地は行橋市大技。 松原、京都郡宮古町和座見の市市二町にまたがっているが、正式な住所は、築城町大技にし発端となっている。滑走路は、西南西から東北東に向かって伸び、一部が、瀬戸内海西端の巣周などに、約300メートル突き出している。南端を日本本線、北端大戸那川側が走る。並行して、旧滑走路が現存している。これとは別に、高舎隊、 施設体が1 5キロメートルほど離れた京都軍、宮古町に、豊津地区を設置している。基地指令は、第8航空団指令が兼務する。また2008年3月から、北九州空港と山口宇部空港の完成業務の、大半を受け負っている。また、小月航空基地のターミナル完成業務を担当する。在日米軍の再編に伴う、アメリカ軍普天間基地の、 有事展開拠点機能の移設先の一つであり、滑走路を普天間基地と同じ2700メートルにすることが計画されている。第6飛行隊の F-2 戦闘機第6飛行隊創設50周年記念塗装機 F-2A、B を運用する第8航空団が主力となっている1月に那覇基地へ移住。後者部隊、施設隊は宮古町にある 豊津地区に駐留。西部航空方面隊例か航空支援集団例か、航空戦術共同団例か防衛大臣直轄。ありがとうございます。